はい、おはようございます。おはようございます。篠原君、はい、大丈夫かね、呼び出たのが誠意、はい、何日か前に変わったのよ。はい、大丈夫です。大丈夫、はい、まあそのなりの構えはしとったろうと思うけど、はい、前、はい、うん、で明日のレース、7レースで出てくるけど、はい、その時にやっぱり、基本としたら篠原君は先行とかまくりとかいうようなやっぱり自力をね、はい、は基本として頭の中には入っちゃう。はい、そうですね、まあ、自力でいけるところからです、はい、ということは、まあ、もし仮に先行体制を取って、はい、もしかぶったところで、まあ、引けれるところを引いて横からまくるとか、そうですね、そのかぶったところによるけどね、はい、で粘ることはあるかい。そうですね、まあ、頭の中ではあるんですけど、まあ実際できてないですけど、うん、はい、まあ、今のところはあんまりその粘るということは考えてないと、はいはい、ね、外から行って自力で行くと、まあ、500バンクなんで、うん、まあ、対応はできるんちゃうかなと思いますけど、はい、ちょっとそれでこの間あのテレビで見よったけど、一時より動きがえげないのか。はい、徐々に良くなってきてると思います。ほな、うん、はい、調子は上向き中ということだよね。はい、そうですね。ここで地元ということになったら、はい、またぐっと力入ろう。そうですね、ええとこまで行きたいですけど、うん、はい、明日、ね、もちろん月給焼き、強いと思うそれ多いけど、はい、そこ地元とか、はい、今調子が良くなってきるというようなことで、はい、まあ、カバーしてよね、気力もあろうけど、はい、でカバーして、まあ、まず明日2着ぐらいまで行ってもらいたいねそうですね、まあ、前回も初日は行って、2着、はい、入れたんで、うん、今回も初日を突破して準決勝行きたいと思っています。はい、うまくいったら梶尾君やったら抜かさんでいけない。そう、どうすかね。そうか、そうですね、まあ、抜かないように頑張りたいです、うん、はい、でね、天気がね、はい、あんまり篠原君のところ雨が嫌いとかいうことはない。風が嫌いとか特に、まあ、雨はでも嫌いは嫌いですけど、うん、はい、走りにくいから。あ、走りにくいですね、うん、はい、でまあ、けど明日も明後日もちょっと天気が悪そうな、はい、よね、そこら辺は、まあ、気力でカバーして、はい、今度は苦手っていう前なしに、はい、頑張ってほしいね、はい、今度は行けそうなの、なんか体調も良さそうなし、はい、もう足もええみたいな。そうですね、まあ、疲れは取れてると思うんで、はい、まあ、初日走ってみてからですね、はい、最終レース、ほらインタビューもあるやろ、決勝は、はい、あそこでまた会おうや頑張ります、ね、はい、で地元を本当若いところで、はい、頑張ってほしい、はい、ね、ます。じゃあこの3日間、はい、期待してます、はい、はい、どうもありがとう。はい、お願いします。